スタジオレインは、おっおかえりー部活終わりかな今日は遅かったねどこかで遊んできた感じじーじー その様子だと女の子じゃないみたいだね。君が嘘つくときはだいたいしせわせようとしないから。お姉さん安心したぞ。それで部活の方は調子いいわけ君1年なのに結構評判いいって聞くよ。へえまだ夏休み前なのに。 もうレギュラーメンバーなんだ。すごいじゃん。じゃあ期待の新人だね。うん、うん、頑張る。子は嫌いじゃないぞ。ネームそうな顔。そんな調子じゃレギュラーのさ奪われちゃうぞ。<laughs> 冗談だよ。 君が頑張ってるのは私が一番近くで見てきたもんまあ頑張りたまえ期待の新人くんなんちゃってえ <laughs> それにしても部活か懐かしいなえー、そりゃあ私だってはの JK 時代はあったわけだし部活くらいしてたよ 楽部だと、運動不足でお腹ぷよぷよになっちゃうしそのおかげか今でもこうしてスタイル抜群な状態を維持できているわけだし肌は白くてお腹はスベスベどう引き締まってて綺麗でしょ見飽きたってもう。 こんなに綺麗なお姉さん、なかなかいるもんじゃないぞ。でも、そうだね。できれば君と、精神を謳歌してみたかったな。マネージャーとして、いつも隣でお世話したり、休日も、部活に励む君を応援しながら、一緒の時間を過ごすの。それで、 帰りはコンビニでアイスなんか買ったりしてさ、セミの声聞きながら、あずいーとか言うの。ああ、ノスタルジー。なんか、いいよね。そういうの。まあでも、こうやって君は毎日私の家に来てくれるわけだし、そういう意味じゃ、お世話できてたりするから。 半分は叶ってるのかもね。それで、今日はどうしよっか。ご飯にするお風呂にするそれとも、<laughs> そんな冷たい目で見ないでよー。一度言ってみたかったの、このセリフ。んなーに耳かきしてほしいの ええー、私のことは冷ややかな目で見てたくせにそういうお願いはしてくるんだ <laughs> 君もやっぱり男の子なんだねいいよほーらお姉さんのここおいでいっぱいよしよししてあげるからうん いいか,いいか疲れてたから甘やかしてほしいんだよねそれじゃあまずは右のお耳からいこっかはいお膝にゴロンして <laughs> 素直な君。可愛かわいいね頭なでなでしてあげる。 よしよーしなで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  <laughs> お目目トロンってしてきたよ君の髪サラサラしてて好きだなくンくンくンクンえシャンプーに混じってちょっとだけ 汗の匂いがする。好きだな、こういうの。男の子って感じするもん。部活、一生懸命頑張ってきたんだなってわかるから。それに、静感剤の匂いもする。石鹸の匂いだよね。甘いのじゃなくて、清潔感があって、 るるな君でしょスポーツできて清潔感あっておまけに顔もいい方だし同年代の女の子を見逃さないと思うけどな <laughs> 若い子は謙遜するもんじゃないぞもう少しいけいけくらいがちょうどいいんだから。 それじゃ、耳かきしていくねまずは綿棒でお耳の周りをグリ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 気持ちよさそうん周りは綺麗だね奥の方を入れるよ。 そーっと、そろーり、そろーり。お耳の壁をなぞるように。こしこし、こしこし、こしこし。気持ちいいね。表情でわかるよ。 君はすぐに感情が表に出てくるからだから好き素直でまっすぐな目をしてて本当に子供みたいううん、うん、何でもないほーら目閉じてゆーっくり深呼吸しようねはい 吸って。吐いて。吸って。吐いて。どう？リラックスできるでしょ？お姉さんの柔らかい膝の上だもんね。すべすべしてひんやり。 もちもちでしっとりもっと深く奥深くに入れてあげるぐーこうやって出したり入れたり <laughs> 耳の奥そんなに気持ちいいんだグッポグッポほじ やさしくつよくゆっくりはやくグっポグっポふふ <laughs> お口開いてきてるぞ溶けて消えちゃいそうな顔してるまだ続けるよコシ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 シシシシ ごしごしグリュ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 お耳気持ちいいね最後にはい それじゃあ、反対、向こうかもう、甘えためしないの後でまた、やってあげるんだからほら、いい子だからねはーい、いい子いい子できまちた <laughs> 君 赤ちゃん言葉でささやかれて怒らないのへえ嬉しいんだへんたいさんなんだねそんな君もだいすきほっぺスリスリしたくなっちゃったいいの 本当に甘えいん坊さんになっちゃったねさっきまでちょっとかっこいいなって思ってたのにそれじゃあセリ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 君のほっぺやわらかいね赤ちゃんみたいプニプニセリセリ 左のお耳もお掃除しましょうね。んむむきの視線、ちょっとエッチかも。お腹見られると恥ずかしいから目は閉じててね。よしよし。それじゃお耳のマッサージから耳たぶをもみもみ。 もみもみ。綿棒入れてくね。ゆーっくり。ゆーっくり。君のお耳がびっくりしないように。やさしく。形をなぞるように。そわそわ。<laughs> 気持ちいいでしょ。君に喜んでもらうために。 練習したんだからねどうやってってそんなの自分の耳で試したに決まってるでしょ言わせないでよ恥ずかしいそんな意地悪な君にはこうだヘイヘイどうだお耳の奥ゴリゴリされるのはぞわぞわするでしょ <laughs> 私に意地悪するからだよ。どうわかった私には君しかいないの。ってこれじゃあまるで私が彼氏いない昼夜中みたいじゃないほ本当はいるんだからね。彼氏の一人や二人。ううん。私にかかれば10人くらいいるんだから。 ごめんなさい見えはりましたお姉さんが悪かったです本当は一人もいませんなんでもはしないけど君が気持ちよくなれるように最高の耳かきをしてあげるから許してねだからそんなゴミを見るような目で見ないで ほら、じっとしてて。こうなったら徹底的に気持ちよくさせて骨抜きにしてあげる覚悟をしててよねいくよお耳の奥までゆっくり入れてそしてねじりながらお耳の壁をこすり上げるようにゆーく 振り引き上げカリ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 かゆいような気持ちいいようなわ <laughs> かる綿棒が鼓膜に届きそうなの君も感じてるんだよね。 でも安心して、君に痛いことはしないから。気持ちよさと痛みのギリギリを責めるの。責めて、責めて。でも、決して痛いことはしない。痛みを感じる前の快感を君にあげるの。ゆーっくり、優しく、かり、 カキカキカキッき,き <laughs> 気持ちよさそうな顔君のその顔を見るだけで私は幸せな気持ちになるの私の心の中があったかいもので満たされていく感じがするんだウかゆいのももどかしいのも気持ちいいね。 カリカリカカリリ…それじゃあもう一回、右の耳を掃除しよっかはい頭ゴローンってしてうんいい子だねそうやって君はお姉さんに身を委ねるの。 なーんにも考えることなんてない。そうすればお姉さんが君に気持ちいいことをずーっとしてあげられるから。ずーっとだよずっと。君は私に甘えているだけでいいんだよ。こうやってお耳を折りたたんでウフッ ぎゅーお耳ふがれてるのわかる <laughs> 水中にいるみたいでしょそれで自分の心臓の音も聞こえてくるのドクン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 って波打って脈打ってそうやって受け継がれていく 命の鼓動っていうのかな。ちょっとだけ孤独を感じると思うんだ。音が聞こえにくくなるだけで不思議だよね。でも私はこういうの好きなんだ。少し落ち着くっていうか、一歩引いた状態で自分を見つめ直したりできるから。 そうやって客観的に私が今は生きてるんだって実感できるの。なんてちょっと難しいかなあ。私も自分で何言ってるのかわかんなくなってきたよ。<laughs> そういえばさ昔は家族ぐるみで海に行ったりもしたよね。なんだか懐かしいな 君がバナナウォートに乗ってて、ひっくり返ったときは、みんなして笑ったよね。<laughs> 思い出して笑えてきちゃった。はい、お耳解放。この瞬間も気持ちいいでしょう。ちょっと名残惜しくて、でも窮屈な檻の中から解き放たれるような感じ。 その様子だとは、君も共感してくれてるみたいだね。えへっ、しいじゃあ、もう一回、お耳をキューキューューュー。ー <laughs> 私の声がちょっと聞こえづらいよね。寂しいもっとお姉さんの声聞きたいよね。はーい。 解放ーじわじわウ <laughs> お耳がチンジンポカポカするねお姉さんがフーフーしてさましてあげよう <laughs> ふあ お耳ふう <laughs> <laughs> っと恥ずかしいかもでも君には心地よくなってほしいからねお姉さんもう少うだけ頑張っちゃうようれなんだ <laughs> タンポポの綿毛じゃありません。正解はボンってん。もふもふふわふわキャルルーンな音ってん。わ <laughs> かるかな？このふわふわの綿毛で君のお耳を優しく癒すの行くよー。 もふもふもふも君の中にふわふわもふもふが侵入していくのわかる気持ちいいよねうとうとしてくるよねそのまま寝ちゃってもいいよそうしたら起きるまでお姉さんがずーっとひざして癒してあげるからだから このままゆっくりおねんねしましょうねさわさわもふもふふわふわそうだ子守歌代わりに昔話でもしようかな昔々、あるところに小さな男の子と気弱な女の子がいました。 二人は砂場のある公園で出会いました女の子は中学生にもかかわらず近所の悪ガキ小学生にいじめられていましたいくら年上でも大人数の異性に囲まれていてはなすすべもありません女の子は怖く怯え その場にうずくまままってしまいますすると小さな男の子が立ちふさがりましたかわいい声で上級生の男の子たちを威嚇します結果は目に見えていました反感を勝った男の子は一人勇敢に挑むもボロボロの姿になってしまいます その瞳にはじんわりと涙が浮かびしかし彼は精一杯の力で男の子たちを睨みつけました気味悪かった小学生のグループは女の子と男の子を残して公園を去りますそうして男の子は自分と女の子の居場所を守ったのですすると 安心したのか男の子はワンワンと泣いてしまいましたきっと怖くてたまらなかったのでしょうけれど泣き虫な女の子のため彼は彼女を守ろうと頑張ったのでした男の子は女の子の手を強く握ったまま決して離そうとはしませんぎゅっと握って 女の子が泣き止むまで待ちましたそれからどれくらい経ったでしょう女の子は落ち着きを取り戻すと男の子にお礼を述べましたそのほっぺが赤く染まっていたのはきっと泣きはらしたり夕日に当てられただけのものではありません男の子はにっと白い歯を見せながら笑います 上級生に殴られた顔を晴らしながらも全力で女の子に答えたのです。そうして男の子は一言言いました。これからもずっと僕が守ってあげる。だから僕が大きくなったらお嫁さんになってほしいと。男の子は大胆に告白します。泣き虫な女の子は また泣き出しそうになりましたけれど今度は泣きませんしっかりと男の子の目を見てはっきり「うん」と答えたのですそれが女の子の初恋でした中学生にして初めて男の子を好きになった瞬間でしたそれからと あれ,れもしかして寝ちゃったのかなそんなにお姉さんの耳かきが気持ちよかったそれともただ寝たふりをしてるだけなのかな君は優しいからきっと気づかないふりして <laughs> 何なんでもないよそれじゃ君を起こさないように反対向けるね。 とその前に両耳うにふいじゃおうかなキューキュー大好きだよ <laughs> 聞こえてないと思うけど君のことが好きずっとずっと好きだったもちろん今もその気持ちは変わらないよ だいすき私だけのおじさまになってくれなきゃやだよ私には君しかいないから寝顔、やっぱりかわいいやされてるのは私の方、なんだよはーいお耳、解放ー。いほ じゃあ反対向けるね <laughs> 気持ちよさそうな寝顔食べちゃいたいえー、っと昔話の続きだったね耳かきしながら続けるねお耳の奥に ぐーっと入っていくよ。もふもふ、ぽふぽふ。女の子の初恋はしかし、身を結ぶことはありませんでした。なぜなら、それからしばらく、男の子に会う機会がなかったからです。男の子は、この近辺では見たことがない子でした。もちろん、 彼女が小学生の時に見た記憶もありません。ずっと不思議に思っていたのです。それでも女の子は必死に彼を探そうとしました。来る日も来る日も、放課後になるとすぐに学校を飛び出し街中を探しました。しかし、一中の相手を見つけることは叶いませんでした。 そうして1ヶ月が過ぎた頃女の子の隣の部屋にとある家族が引っ越してきたのですそれは女の子がもう一度再会したいと願った初恋の男の子でしたけれどそれに男の子が気づく様子はありません仕方がないことでしただって泣き虫だった女の子はもうそこにはなかったから メガネを外し長かった髪もバッサリ切りました。おでこを見せ瞳には強い光を宿しています男の子の前にいたのは明るく元気なお姉さんでした泣き虫だったハスの女の子は生まれ変わりました初恋の男の子が彼女のあり方を変えたのです男の子は 彼女の存在にこそ気づきませんでしたがそれでも目の前の元気なお姉さんに対して優しく接しましたそしてお姉さんと男の子はそれ以来家族ぐるみで遊ぶようになりましたどうかなこれが昔話の結末お姉さんになる前の私とそんな私を変えてくれた君との出会いのお話 そして私たちの関係の始まり君は私にとって唯一無二の存在なのだからいつまでもこうやって私の手の届くところに置いていたいぎゅーって抱きしめていたいぬくもりを感じていたいぎゅー かわいいかわいい。ぎゅーでも君の優しさは私だけのものじゃない。優しい君は女の子に告白されたら断らずに付き合っちゃうんだと思う。それはちょっと、ううん、かなり寂しいな。 弟が私の大好きな人が自分のそばから離れるのはすごく切ない心臓がぎゅっと締め付けられそうになる。なーんて私のエゴで君を束縛するわけにはいかないよね。君にとって私はただのお隣さんで年の離れたお姉さんなんだもん。 君は高校生でこれからもずっとずっと輝かしい未来が待ってるんだからね起きてるんだよね意地悪しないで目を開けて起きないとおでこにキスしちゃうよ <laughs> やっぱり起きてた 何年一緒にいると思ってるのそれともキスされるのを待ってたのかな <laughs> やっぱり君は優しいんだねあの時と変わらないそんな君だから私は好きになったんだよ本当の弟のようにじゃないよ一人の男性として君のことが好きなの <laughs> 気にしないで。 これは私が一方的に発言しただけただの独りごとなんだから君がきおう要も答える義務もないのはいお疲れ様これで今日の耳かきは終わり部活の疲れは取れたかなふっ <laughs> すっきりしたみたいだね。よかったよかった。 私としても君の力になれて何よりだよ。そろそろ君の両親も帰ってくる頃だし。そうだ。ねえ、少しだけ聞いてもいいかな。君にとっての私って、どういう存在なのかな。意地悪なお姉さんでごめんね。でも、どうしても聞いておきたくて。 もしかしたら、私だけなんじゃないかって、不安なの。私だけが君を特別視していて、君は私のことを何とも思ってなかったら、どうしよう。そう考えると、え君も私のことが好きなのでも、私が、 あの時の泣き虫だって気づいてなかったはずじゃ。泣き虫だった私も、優しくお姉さんとして接してくれる私も、好きえ、嘘。だってそんなこと、今まで一度も言ってなかった。恥ずかしかった <laughs> 君も恥ずかしがり屋さんなんだね。 かわいいなぁもう。でもすっごく嬉しい。夢なんじゃないかって今でも信じられないくらいだよ。へえお姉さんだから好きなんだ。そっかそっかそっか <laughs> 嬉しい言葉を使ってくれるね。じゃあもうちょっとだけ。 一緒にいてよお姉さんもなんだか眠くなってきちゃったからこっちおいでやっぱり君は可愛い寝転がって君と視線を合わせるのはなんだか新鮮だねちょっと照れくさいかもゅーってしていいううんダメって言われてもしちゃうから。 ぎゅーぎゅー <laughs> 君の心臓の音が聞こえるちゃんと生きてるってお姉さんに教えてくれてるえら <laughs> いねちゃんと生きててえらい <laughs> お姉さんの心臓もすっごいドキドキしてる <laughs> あったかい。 君の体温を感じるこんなに身近で感じられるなんて私は幸せ者だねいつまでもこうしてたいな耳かきで君を癒すのも好きだけどこうやってギューってするのもいいね君もギュってしてくれてもいいんだよ <laughs> かわいいなもう キュー大好き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 これじゃあ私が甘えてるみたいだね甘えてもいいってでも私の方がお姉さんなんだからね私は君を癒して甘やかして君の可愛い顔を見る方が好き今度からは 耳かきの後は添い寝もしよっかお姉さんが君のことめちゃくちゃ甘やかしてあげるから暇な時はいつでもおいで部活の後じゃなくても休日も私は大歓迎休日ならお料理も作ってあげるそれで君と何でもない話をしながら笑ったりしてさゲームして 一緒にお出かけして映画とかも見たいねいろんなことしようよ疲れたって帰ってきたら耳かきしてまたこうやって添い寝してさキューってしながら今日はこんなことがあったねって二人で振り返るの <laughs> まるで彼氏彼女みたいだね いっそのことお姉さんと付き合ってみるまあそれは君次第なんだけど今日はこれくらいにしておこっかあまり遅くなると君のお母さんたちも心配するしね <laughs> お疲れ様。お姉さんはいつも君のこと待ってるからねバイバーイ